はい、では始めます。今日はマルクス・ガブリエルの倫理資本主義ですね。ちょっと画面の共有、これですね。このなかなか大きなテーマなんで、かいつまんでやらないと。膨大な時間がかかる。で、マルクス・ガブリエルが倫理資本主義について書いているのは書いているというか、まあ、インタビューですね。本格的にその著作「倫理資本主義」っていう題名の著作を書いているわけじゃなくて、日本に来て、インタビューした。時のですね、内容が本になっている。で、これは世界史の針が巻き戻る時ということですね。つながりすぎた世界の先にという。この2冊の本の中に、倫理資本主義という言葉が出てきまして、で、これは日本の本になっているんですけれども、まあ彼自身はそれまで本格展開、著作でしていないのに、実践的には非常に本格展開していまして、世界のですね、巨大企業の倫理アドバイザーになっているということですね。だから彼がうんと言わないと、倫理的にパスしていないということで、その通らないような、まあ、システムを作り上げてですね、倫理資本主義を実践しているということで、まあ、今後その、非常に大きなですね、影響力を世界資本主義に与える可能性もあるわけです。まあ、それだけ重要な問題でもあるわけですね。で、第10項、マルクス・ガブリエル倫理資本主義で、倫理資本主義とは何かということでね、人類の危機と瀕死に向き合って企業も示さん人の在り方ということですね。まあ、人類の危機がまあ、あるわけで、企業も金儲けばっかりうつつを迂回して、その人類の危機に取り組んでいないではですね、これはもう相手にされなくなるよということでね、人としての在り方をですね、もう一回企業もちゃんとできているかどうかですね、問い直されると。で、まだそのできていない企業は、まあ結局、通用しなくなる。で、倫理的に、ちゃんとできている企業だけが生き残っていくという、まあそういう倫理資本主義の時代が来るんだという言い方になっている。これは前やりました、持続可能な資本主義、新井和弘さんの、八方よしの経済学というのとですね、結局まあ共通しているというか、まあかなりかぶっているわけですね。まあ、ですから、まあある意味、この持続可能な資本主義というのの、まあ、焼き直しといえば言えないことはないということですね。で、特に、まあ、マルクス・ガブリエルはコロナ危機っていうのは人類が経験したから、まあ、助け合って倫理的にですね、生きなければいけないということを、まあ、身に染みて、まあ、全世界の人が、まあ、一緒に考えたと。だからこれからは、まあ、倫理の時代になっていくという形で、倫理資本主義というのを、まあ、言ってるわけですね。ただ、まあ、倫理資本主義言葉自身は、
この世界史の針が巻き戻る時というの中にも出てくるわけで、これはコロナ危機が始まる前に、インタビューした内容。だから、まあ、コロナ危機の直前から倫理資本主義言葉があって、で、コロナ危機で、まあ、さらに、強調されるようになったと。で、まあ、実践的にも、マルクス・ガブリエルが巨大企業の倫理アドバイザーになっていったということですね。私はこれを倫理資本主義と呼び、ポストパンデミックの産物になりうると思いますと、こう言ってる。これは、テレビのインタビューに答えてるやつですね。だから、人々のため、社会のため、環境のために、倫理的にいいことをした企業が評価され、利潤も得れて繁栄する社会にしようということで、倫理資本主義ということで。この考え方は、ドイツではですね、まあ、日本では、三方よし、八方よしの、まあ、儒教資本主義的な考え方が、まあ、渋沢栄一さんなんかも唱えておられたわけですが、ドイツもですね、社会資本主義、社会市場経済ということが、場がありまして、ワイマール憲法でも、それが、まあ、はっきり出ているということをマルクス・ガブリエルは言ってますね。ですから、英米型の自由放任的な資本主義に対して、まあ、国家がですね、資本主義の発展を、まあ、先導するというか、導いていたところがありますんで、企業も、お国のためにならなければいけない。社会のために役立たなければいけないっていう、そういう使命感を植え付けられたわけですね。これは日本でもドイツでもそういう考え方があったわけ。だからドイツでも社会資本主義のアップデート、いわばソーシャルキャピタリズム、セカンドですね。が必要ですと2点で、それは倫理資本主義のことですが、これをグローバルに展開する、しなければなりませんということですね。21世紀のだから状況に合わせて、環境問題への取り組みを求めたり、格差の是正につながるような経営の在り方を求める、倫理的経営を求める倫理資本主義という形で、まあ、アップデートしてきたということですね。そのために会社に倫理チームですね。まあ、倫理について審査するかみたいなのを設けるわけですね。あるいは哲学かというのを設ける。で、製品やサービスが社会的に、倫理的に良いものを作り、提供しているか、どういう倫理的効果を上げているかを調べたり、生産工程から社会や環境に有害なものを排出していないかを点検したり、従業員の労働条件や福利厚生などで倫理的な問題点がないかを調査するという提案。そして倫理担当重役を設けて、取締役会の決定に重要な役割を果たさせようというアイディアです。というわけで、まあ、非常に素晴らしいアイディアでありまして、それが、まあ、全ての会社でそういうふうになっていけば、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。ただまあ問題はありそうになってくると、その倫理担当のチームだとか重役とかいうのが、まあ、会社にですね、まあ迎合してしまって
ってちゃんと役目を果たさない人をですね、倫理担当のチームに入れる、重役にするということがあってはいけないんで、そこで、まあ、マルクス・ガブリエルは、じゃあ専門家を入れなさいと。倫理とか哲学科を出た人をですね、入れて、で、終身雇用にすると。首を切れない形にする。そうやって、まあ、ちゃんと独立した権限を、会社から独立した権限を与える。そうしたら、そんな、会社に買収されているような、ものにならないんじゃないかというわけですけれども、まあ、それを信用できるかと、問題点はありますね。まあ、そういうことで、これ今映ってるのは、マルクス・ガブリエルが、担当倫理アドバイザーになっている会社ですね。なんとかフォースとかいうやつです。なんていう会社だったかな。デジタル営業を成長へと導くって書いてあるでしょ。プラットフォームだと、これ。デジタル営業関係の事業を行っているセールスフォースというグループですね。これも超一流の。それからグーグルの、倫理部門でも働いていると。だから、そういうことで。ただ、問題点としては、まあ、倫理部門とか、哲学科を設けた場合に、もう倫理思想や哲学思想って様々ありますからね。会社に都合がいい人だけ、いい倫理思想や哲学思想。を選んでチェックしてっていうことが出てきた場合に、本当に倫理的なことになるんだろうかという問題点がありますね。だから結局雇うのは会社ですから、まあ脱資本主義派っていうのは、まあ、ふるいにかけられてしまう。斎藤幸平君は雇われるかどうかという問題ですね。脱資本主義派はふるいにかけられる。もっとも倫理学や哲学は学である限り人間として共存していくあり方を問い直していく営み。物事を根源的に捉え返す営み。まあ、哲学はこっちですね。だから複数あるわけじゃない。マルクス主義哲学とか言ったりしますけど、哲学は一つですよね。物事を根源的に見直して、一から議論して、展開していこうということですから、別にそれが、恋愛哲学あるわけじゃないわけですけども、まあ、実際哲学史は、まあ、何々哲学、何々哲学、ずっといろいろいっぱい哲学あるわけですね。でもそれは研究分野であって、ね、哲学っていうものは一つですよね、ある意味。哲学史の研究で、まあ、カント研究、ヘーゲル研究とか、プラトン研究とかあるのは分かりますけど、哲学自体は一つである。そう考えれば、哲学の考え方によって、まあ、ふるいにかけるというのはおかしな話でね。そこが分かってもらわないと困るわけですけど。まあ、そういうことで、企業がただまあ、専門家、哲学とか、倫理の専門家を雇いますと、企業が環境基準を守っていても、その基準では環境破壊が止められないと、より強い自己規制を倫理チームが求めた場合に、
企業間競争もあって採算が取れないということがありますよね。で、そこでまあ揉めちゃうますね。しかしまあ、そのなぜ哲学かとか倫理中も設けるかというと、それはあえてコストが高くなってもより厳しい基準で製品を作っていることをアピールして売り上げをそれで伸ばしていくということですね。そうやって採算を取っている。他社の品物を買っていては地球が持たないということを、まあ、宣伝する。で、環境保護運動に消費者も参加してもらうということで、そういう戦略でもって売っていこうと。またそういうアピールが、まあ、以前もやったら、1円でも安かったらそっちを買うと。環境問題とか考えるね。そういう消費者多かったわけですけど、最近はそうではないだろうということですね。それだけ、まあ、世界市民が危機意識を共有していると考える。その場合に倫理学や政治のスペシャリストがこうしなければならないと言っているということが、まあ、論拠になっているわけですね。そうすると、マルクス・ガブリエルは、餅は餅屋という分業の論理を持ち出しているということがわかりますね。倫理チームや哲学家というアイディアは、実は分業の論理なんですね。それは彼の反共産主義、反マルクスの立場ですね。それと関係がある。で、まあ、そういうことでね、ちょっと引用しますと、資本主義はある意味避けられません。我々は労働に対して価格をつけなければならないからです。根っからの共産主義者に会ったら、私は必ず、あなたは労働の役割分担をすっかり廃止したいですか、したいのですか、と聞くことにしています。すると彼らは、そうだね、やはり廃止しなければならない。労働の役割分担はダメだ、と答えます。頑張ってくれ、としか言いようがないですね。なぜなら、それはマグロを食べたいと思ったら、まず海へ行ってマグロを捕獲するところから始めなければならないということを意味するからです。マグロを切るナイフをどこで調達するのか、自分でナイフを作らなければならなくなります。夕食にありつくことができません。労働の役割分担がなければ餓死するのです。労働の役割分担は避けられません。でも実際は正しくそれがなされていないのです。資本家も含めて我々はみんな資本主義は悪にならざるを得ないという前提に立っているからです。でも本来は資本主義は悪になる必要はありません。これは近代化の偶発的な副産物なのです。これ世界史の針が巻き戻る時というところに書いてある。でもこの分業マルクス批判はちょっと荒っぽいというか、まあインタビューですから荒っぽいのは仕方がない面もありますけど。カール・マルクスの分業批判は唯物主観に基づいて行われています。ですから分業によって生産力は飛躍的に発達したけれど、それぞれの仕事に固定されてしまうと全面的な人間性の成長ができなくなり、人間性は狭く歪められてしまう。だから分業は使用されなければならないという論理でしょう。何も分業を共産主義になったら即刻なくすと言っているわけではありません。ということですね。で、プロフェッショナルを追求するのと、分業を、まあ、発展させて、それぞれプロフェッショナルに。それから、まあ、何でもできる全人教育を追求する立場。まあ、2つありますよね。両極の立場があるけれども、マルクス・ガブリエルは前者、プロフェッショナルな立場に立って、後者の、まあ、全人教育、
人間性の全面的発達というカール・マルクスを批判しているわです。しかしこれをちょっと、偏見というか、カール・マルクスだって、プロフェッショナルな技能や知識が必要ないと言っているわけではありませんし、分業の意義や必要を認めていないわけではない。分業ダメだって、頭ごなしに言ってるわけじゃなくて、分業によって生産は発達したんだけども、それによって、人間性が歪められているから、その分業を世界が発達する中でだんだんこの克服していかなければならないと言ってるわけなんですね。だから、マルクスガブリエルは異物史家については極めて幼稚な曲解をしているということに。そういうことで、だから、プロフェッショナルも大事だけども、偏りすぎたら歪みが大きくなるということで、全面発達も目指さなければいけない。教育では、資本主義体制下でも、最初からプロフェッショナルを養成するんじゃなくて、最初は、全て全人的な教育をやって、でもその中で、その個性や特性に応じてプロフェッショナルを養成するということですね。だから文理両道とかスポーツ、芸術、家庭科なども織り込んで全人教育を目指す。しかし、公立一辺倒の企業では極端な分業で一日中単純作業の繰り返しという、そこで革命後は肉体労働と精神労働も一つに縛り付けないで柔軟にローテーションとか組んでというつもりだったわけですが、ところが実際は現代社会主義というのができましたけれど、体制維持するのが精一杯で、生産効率第一主義になりまして、むしろアメリカのフォーディズムとかそういうものを取り込んでですね、余計にこの分業の使用どころか、分業を徹底したわけですね。ですから、マルクス主義者に分業に反対かって聞いたらですね、原理的には反対なんだけど、分業の廃止は目標だけれども、今すぐ実現しなければならない。ことはないと答えるわけで。だからその点、ちょっとマルクス、ガブリエルは、マルクス主義の理解において、表面的すぎるところがありますね。企業内に倫理チームや哲学科を設置する場合に、プルパだけの集団にしない方がむしろいいかもしれませんね。倫理や哲学の訓練をあまり積んでいない人にも、納得してもらえないと、全社的な会議にかける際に説得力を持たないでしょう。要するに、理事チームとか哲学があっても、要するに、勝手に決めてですね、これダメって言ったらもうダメになっちゃうとか、そういうわけにもいかないでしょうか。どうしてダメなのか、説得力がなければいけないわけですね。そうすると、哲学や倫理の専門家だけでダメって決めて、あるんじゃなくて、やはり技術系とか、営業系とか、いろんな人が入ってですね、で、哲学倫理の専門の人の意見も交えて、よく話し合った上でっていうふうにしないと、全社的な会議にかける場合にですね、説得力がなくなる。だから、専門家だけの集団にするわけにいかないんじゃないということですね。で、に行きますね。ビル・ゲイツは倫理資本主義の見本かと。1秒で100万円を稼ぎ出すゲイツの散財、倫理的かはというわけでね。どのような活動が倫理資本主義かというので、ビル・ゲイツの例が、出されているわけ。で、
例えば、ビル・ゲイツ氏がペルーの学校のインフラ整備のために3億ユーロを出資したとします。ビル・ゲイツ氏が3億ユーロ。を出資したとしたら、どれだけ多くの素晴らしいトイレがペルーの学校に整備されるか想像してみてください。3億ユーロでペルーの学校の衛生状態を変えることができるのです。これが真の慈善事業です。これが将来のモデルになると思います。もし10億ドルを私にくれたら、喜んでその半分、5億ドルを受け取ります。そしたら私は大金持ちでしょう。そして残りをラテンアメリカの三国のトイレ修理に、出資します。というようなこと。これは YouTube の天才哲学者マルクス・ガブリエルが語るコロナ後の未来と倫理。YouTube のインタビューです。まあそういうことで、ビル・ゲイツの例を出されるのはちょっと見識に欠けるかなと。なぜかというと彼は、13年間、長者番付世界1位を続けたわけですね。で、有り余るお金を持ってて、それでトイレ修理、したからといってですね、倫理的と言えるかということですね。そういうふうに、まあ、言ったら一人にですね、巨額の富が集まるような仕組みを作っておいて、つまり逆に言えば貧困を作っておいて、貧困救済をするということに対しては、やはり、問題ですよね。偽善としか言いようがない面があるわけで。そういうことでね。まあ彼の場合は、ビル・ゲイツの場合は、医療に非常に関心を持ってまして、だからその一環として、トイレの衛生状態を改善しなければいけない。ということで、まあ、非常に立派な 内容は立派なんですよ、もちろんね。しかし、1秒で170万円ですか、稼ぎ出してるわけですね、瞬きしてる間に。これは恐ろしいことですね。で、それをやっぱり、そういう富を自分が得ることは正当やと思っているわけですよね。で、その得たお金を有益に使えばそれでいいじゃないかという考え方なんです。ね。まあ、そこで、まあ、私が書きました、最近の本で、岐路に立つ哲学というのがありまして、近代の巨擘を超えるという、これですね。その中で述べてることなんですけど、要するに生身の人間だけがですね、富を生み出すという、その価値を生むという、近代勤労社会の倒錯にも続いているわけですね。ビル・ゲイツはそういうシステムとか、自動機械に憑依しまして、あたかもシステムや自動機械が自分自身であるかに受け止め、1秒間に127万円の価値を生んでいるかに思い込んでいるわけですね。決してその瞬きする間に ね、どんなにまあ彼が技術的に優れていて、そしてですね、経営手腕があったとしても、瞬きする間に127万円の価値をですね、生み出せるはずはないわけですね。127万円、1秒間に。だから、すごいですよ、1秒間で、富を独り占めにした人が派手にチャリティーでお金を良いことにばらまいたからといって感心していたら、物事を根本的に捉え返すのが、百名の哲学者が表層的で迎合的な受け止め方しかできないということにならないでしょうかということですね。だから、要するに、近代っていうのは、結局生身の人間が、
富を生み価値を生んでるのは、だから働く勤労によって、あるいは経営とかいろんな商材によって生み出しているという考え方。マルクスの場合は、それを全て労働者の労働に還元して、労働者の労働が全ての価値を生んでいるというふうに言うわけですけど、それ以外の、経営者の立場に立ったような経済学者の場合は、労働者も価値を生んでるけども、経営者も経営手腕によって、ある資本を投資することによって、価値を生んでいるというふうに考えるわけですね。それでも、場合にですね、機械だとか、資源だとか、そういうものがですね、もう一緒に価値を生んでいるということを認めないんですよ。全部、生身の人間の所得にしようとしてるから、ね、認めないわけですね。だから、要するに、脱労働社会化していくと、生身の労働者がいなくなってくるから、富は全部資本家ですね、ごく少数の、代表取締役にですね、CEO に富が集中してしまうんですね。それで桁違いの一人で、1年間に、何兆という所得をですね、上げることができるようになって、だから1秒間に127万円も、記録したことがあるわけですね、ビル・ゲイツ。そういうことになってしまってる。でも本来はそうじゃない、本当はそうじゃないんだということで、やはり機械だとかそういうものが生み出した分はですね、公共の富としてですね、みんなで、環境保全に使ったり、あるいはベーシックインカムに使えという意見もありますよね。そういうところで公共的に使うようにした方がいいんじゃないかな。経営者は経営手腕を発揮した分だけ収入を得ればいいわけですよね。労働者が働いた分だけっていうこと。そういうふうに考えればベーシックインカム。ベーシックインカムについてはマルクス・ガブリエルも賛成なんですよ。で、彼の場合は月20万ぐらい言ってますから、すごいですよね。そういうことでね、ベーシックインカムに還元する。なぜ、ビル・ゲイツの例を出すのはちょっと不謹慎というか、不見識すぎると思いますね。資本主義は労働の役割分担に対する応答に他なりません。これ、マルクス・ガブリエル。資本主義は、労働の役割分担を利用して、一人の人間が、もう一人が何をしているか知らないという事実を価値に変換します。それが資本主義のビジネスです。あなたが何をしているか、相手は知らない。それがあなたのアドバンテージになります。この人は自分が何をしているか知らないという視点からあなたはいくら金額を請求できるか計算します。お互い作って出したのと交換するわけですから。駆け引きですよね。だから手の内見られたらあかん。知られている場合、その額は請求することができません。相手は本当は信じていないけれども、信じているふりをしなければいけません。あなたの製品を買わざるを得ないことが分かっているからです。これが資本主義の嘘です。資本主義そのものが不透明なシステムなのです。資本主義に透明性が担保されることはありません。でないと機能しないからです。だから資本主義そのものは必ずしも悪ではありませんが、資本主義には悪の潜在性があるのです。とガブリエルは。
まあ非常に哲学的な洞察ですね。だからいわば、まあ、悪を隠して、得た富ですね。それを、まあ、その富自身はいいこと、いいものに使えるから善の可能性であるんですね。それで、そう、得た富をいいことに使えば、それが倫理資本主義だということですね。だから、ビル・ゲイツがどのように富を築いたかより、その富でいかに善を成したかに着目するということであります。まあ、そういうことでね、そういう格差とか環境問題、いろいろ起こっているわけです。これを解決しようとしたら、所得税の累進課税を強化したり、法人税を上げたりしないといけないんですけど、それはまあ、国際競争があって、なかなかできないんで、国際的な協定を成立しなければいけない。だから国際世論を盛り上げなければいけない。なかなかハードルが高いわ。倫理資本主義に対応するとしたら、例えばビル・ゲイツに流れる巨大な富を研究とか教育事業に投資するのはどうでしょう。これは非常に倫理資本主義的ですね。個人、資本家個人にお金が流れるようにしないで、その会社で儲けたお金、蓄積した富をですね、教育や研究事業に投資するということで、まあ、もちろん自社製品の開発のための研究もそこでやればいいわけですけど、それだけではなくて、環境問題をどうやって改善できるかという研究もやればいいわけですね。で、学校も設けて、環境問題解決のためにですね、学校も、とか、まあ、自分の会社の人材養成のためにもやればいい。で、その場合にもちろん授業料は無償で、その上にですね、学習の量、質、貢献度に応じて報酬を出すというふうにすればですね、優秀な人材集まりまして、国際競争力も強化されるということですね。これ、そういう教育や、研究の中身自体は倫理的ですよ。そういう意味では倫理資本主義で結局儲けた富をそういう文化水準を上げることにですね投資して、でそれは結局その教育を受けたり研究したりする人の所得になるわけですから。貧富の格差も縮まるわけですね。だからこれは倫理資本主義的です。大いにやるべきね。そういうふうに、例えば、3に入りますけど、倫理資本主義、コ・ユミニズムの実践と、支え合い、力を合わせて生み出さん、心豊かな滅びぬ世界。ということなんですけど、トヨタが、まあ、今言ったちょっと教育事業ですね、をやってる自動車大学校というのを作ってますね。学費取ってるんですけど、取ってない、取らん方がいいんですけど、まあ、取ってる74万円ですけど、まあ安いですよね。それで、トヨタ系に、まあ、就職できる90%以上就職しているわけですから、そういう意味では倫理主義的な公共性がある事業と言えるんじゃないかと。で、ガブリエルはトヨタに関連してね、トヨタにプロフェッショナルの倫理学者が30人いることを想像してみてください。エコカーの生産台数、車のデザイン、どの業界の株を買うか、こういった判断を倫理学者が下し、報告書を CEO、最高責任者に、提出するとします。資本主義は完全に変化するでしょう。倫理学者たちは、ああ、神よ、これを実行すると、私は
200人もの人間を殺めてしまうと叫ぶからです。これを実行すると車の価値が上がるが、サプライチェーンの末端にいる者は死ぬという可能性は今は完全に隠されています。実際にはトヨタに倫理学者のチームがいることはないので、この可能性が表に出ることはありません。いるのは経済学者ですが、経済学者は誰かが死ぬかもしれないという可能性を考慮に入れません。我々は倫理学者が介在するような構造を持つべきです。倫理資本主義は完全に可能です。と言ってるわけですね。これは何のことを言ってるんかと、トヨタがね、エコカーを作る。これは電気自動車としてしますやん。何のことを言ってるか書いてないから分かりませんけど、電気自動車とすると、リチウムイオン電池を使うんですよ。そうすると、リチウムの採掘、それからリチウムイオン電池にコバルトも使うんで、コバルトの採掘というのは、ね。で、リチウムの採掘はチリでやってまして、コバルトの採掘はほとんどコンゴ民主共和国でやってます。で、その採掘は大変なんですね。環境を非常に破壊するわけで、で、それは、日本とかヨーロッパにいる人は見えてないわけですね。遠くでやってるから。で、環境に良いことをやってるつもりが、実際は環境を破壊している。で、まあ、世界がだんだん小さくなってきてますから、チリやコンゴで環境破壊されたその影響がですね、もう全世界にこう広がっているわけで、結局環境は全体として悪化してるんや、ということになって、電気自動車作れば作るほど環境を悪化していると。しかも、コンゴ民主共和国の場合、コバルトですね、これ有毒性があって、しかも児童労働を使っているために子供がコバルトを採掘しているんです。そうすると、その毒が回って死ぬ子がたくさん出てるんですね。で、それをやっぱり、倫理学者は指摘するやろうということだと思うんですよね。そうしたら、200人殺してでもやるんかと言われれば、やっぱり躊躇するやろうということでね。経済学者はそれを言えへんやということを言ってるわけ。で、まあ、それは人新世資本論で斎藤幸平さんが指摘していることですね。電気自動車に使うリチウムイオン電池の生産でリチウムやコバルト採掘の環境が破壊され、採掘現場では子どもも危険な作業に駆り出されて事故で死んでいるそうですから、そのことを指しているのかもしれないということなんですね。リチウムイオン電池。これはまあ、リチウムイオン電池を代替策はなかなか見つからないんで、リチウムイオンでやるとしたら、やはり、トヨタがですね、現地のそういうリチウムやコバルトの会社、それから日本政府、チリ政府、コンゴ民主共和国政府と、まあ、手を取り合ってですね、これコンゴ民主共和国、コンゴって2つあるんですね、コンゴ共和国。大きい方がコンゴ民主共和国。あるわけ。で、まあそういうことで。で、手に取り合ってですね、改善しなければ、環境を、回復したり、環境を破壊しない安全な採掘を開発したり、教育援助を行って、子供にですね、危険な作業をさせない。まあ、学校に行ってたら、児童労働できませんから、できないようにするということですね。それから、一番いいのは、チリとかですね、今後にですね、トヨタの生産工場を建てる。自動車生産工場。そうすると、その国民所得が上がりますから、
チリやコンゴがですね、環境対策にお金を出せるわけですね。それが一番いいんですけどね。まあ、昔やったらそうやって、途上国に、資本を投下して、進出していったって、それ侵略やと言われてましたけど、今では、経済水準を上げていくことですから、その環境破壊したりしないで、そこの国民が豊かになっていけば、経済進出するのもいいことなんですね。倫理的なんですよ。まあそういうことでね、チリやコンゴに作っていけばいい。しかし、まあある程度自動車生産工場に勤める人には文化水準が必要なんで、先に教育投資をしなければいけないということがある。まあ、いずれにしてもそういう形で、共同やっていくということですね。共同精神でやっていけば、これは、いいんじゃないか。その共同のことを、コミュニズムということ、コミュニズムを、文字って言ってる。コイミュニズムっていう。コイミュニズムっていう言葉は、ペーター・スローター・ダイクという人が使った言葉らしいですけど、それをまあ、意味を変えて使ってます。どういう意味で使ってるかと、すべての人、社会システム、グローバル社会の一員、誰もが、そこにはもちろん国民国家も含まれますが、協力のモデルに基づいて動くと、つまり協働していくということですね。で、こう注目すべきは、そう言っといて、それを似た考え方として、京都学派の誰かも似たような思想を持っており、当時は共同主義と呼ばれました。という、京都学派も、だからなかなかね、勉強してますよね。日本のことも勉強してる。日本の思想史に。共同主義という、これは三木清なんですね。と呼ばれていました。それもいい考え方だと思います。と言ってるわけですね。社会のすべてのレベルにいる人が努力しなければなりません。社会のゴールは、ゴールって目標ですね。企業のゴールも含めて人間性の向上になるべきです。収入の増加ではなく、モラルの進歩を目指すのです。これは完全に実現可能です。三木清。党は共同体の哲学という。これは、三木清の考え方は、戦前の軍国主義の時代に、昭和研究会という国策研究会がありまして、その文化部門で三木清が発表したんです。共同主義というのね。これはコミュニズムの場合は共産主義と訳すでしょ。それはまあ、共同主義でもコミュニズムと訳せないことはないですけど、一応、共同主義とやって、ちょっと区別してるわけですね。どうしてこれ区別するかというと、共産主義やったら、個人の自由や主体性ということよりも、党の規律や指導者の命令に従って動くことが、まあ、優先されたわけですね。だから、そういうのに対して西田幾多郎とか三木清は反発しまして、それだったら、まあ、君らが反対しているファシズムやナチズムと一緒やないかということでね。やはりその自由な主体性というものを認めた上で共同し合う、飲んでなければいけないんじゃないかということで共同主義なんですよ。だから自由放任の資本主義ではダメだっていうのは一致してるけれども、共産主義とね。主体性や人間性というものをちゃんと分かってないんじゃないですかということで共同主義が出てきたわけですね。で、
それが国策研究会の中で昭和研究会という出てきたという、まあ、ちょうど軍国主義の時代ですから、だから日本の軍国主義にまあ協力しながら出てきたもので、三木清、船山真一も、船山真一というのは三木清の後輩みたいなもので、カバン持ちにしてたみたいですけど、その船山真一先生に教わったんですね、僕はね。こういう写真があります。これが船山真一先生ね。で、これが教え子3人の写ってますね。これが僕なんですよ。これが、まあ、船山真一夫人ですね。まあ、そういうことでね、こういう、共同主義の流れですね。を受けてるわけで、だからまあシンパシーがあるということですね。村山真一先生の最後の教え子の一人ということで、共同主義哲学にはかなりシンパシーをお持ちでしょうということで、それはそうなんですけど、だから個人の主体性や自由を尊重し合いながら、ね、共同しようというのが共同主義やということですね。それは当然日本のですね、政策で欧米帝国主義の支配から東亜を解放するという場合に、各民族や国家がですね、それぞれ主体性を認め合いながら協力していこうと、共同していこうということなんです。つまり帝国主義的に、この無理やりですね、引っ張っていくんじゃなくて、まあ、各民族の主体性を、認め合いながらっていうこと、帝国主義的にならないようにっていう、要するに、三木とか船山にしたら、ある意味日本の強引な帝国主義的な側面があったんで、それに対する抵抗でもあったわけですけども。でも実際には、三木も船山もですね、日本の指導的立場というのは固執してましたんで、まあ中国とかにすれば、まあもう帝国主義と同じですね、同じようにしか受け取れないから、結局は、プロパガンダですね。日本の軍国主義を、まあ、免罪して、いかにも共同主義的にやってるかのように、見えるような、プロパガンダとしての効果しかなかったということですね。しかし、その思想の中身そのものは、現代的な意義があるということですね。悪用されていけるようにということなんですね。それに、まあ、マルクス、ガブリエルが触れていただいたということは、我々にとってもありがたいということを言えますね。共同主義と倫理は結びつきやすいですが、資本主義と倫理は水と油、相反するような印象が強いということですよね。それを、まあ、マルクス、ガブリエルは、いや、これからの時代は、倫理的にやった方が儲かる時代になってきてるんだから、水と油じゃないんだよと、いうことを言ってるわけ、だからテレビ、YouTube でですね、インタビューで、倫理的、道徳的な価値と同時に、経済的な価値を上げることはできるのでしょうか？でも聞かれて、ガブリエルはもちろんです。これがサスティナビリティの形です。10年後は Facebook は全く重要視されないと予測しています。もし Facebook が自由や人道の解放に貢献するのなら、Facebook はかなり持続可能な企業になるでしょう。10年間など短期的な急成長ではなく、数十年生き残る会社にしたいなら、確実に持続可能性が必要です。そして持続可能かどうかは、倫理的に良い行いをするかどうかにつながっています。
それは結果的に利益を生み出すのです。その持続可能性を見極めるには、社内に倫理チームが必要です。私は倫理学者や税理士のようなものだと思います。どの会社にも税理士がいるのに、どうして倫理学者や哲学者がいないのでしょう。これは間違いです。とこう言ってるわけですね。まあそういうことで、コロナ禍っていうのが、まあ、あって、これは一つの啓示を与えたとも考えられますね。人類は環境問題や資源問題にですね、食料問題、安全保障の問題、格差拡大の問題など、克服しないとサバイバルできない問題を抱えている。どの問題も自分だけが助かればよいというようなやり方は通じません。人類共同の利益を優先させて共同して解決しなければなりませんね。と。そのことを自覚して、地域のため、国家のため、世界のため、何よりも人類と生き物たちが幸福に生き続けられることを最優先しなければなりません。そのためになるのに必要な品物やサービスを提供した企業が人々から支持され、巨大な売り上げを達成して大いに儲かる時代だというのです。つまり倫理資本主義の時代というわけですね。だから今コロナ禍でみんなが困っている時に、救済しなければいけない。まあ、まず一番大事なのは、そのコロナをなんとかすることですね。ワクチンが必要やということで、ワクチンに投資してですね、人類を救おうということで、そうすると全世界にこれ供給されますから、すごい膨大な利益を上げるわけですね。だからこれは倫理資本主義の一つの見本になるわけなんです。で、さっき出てきたビル・ゲイツですね。彼は医療に非常に関心ありますし、特に感染症に関心があったんです。で、2015年に彼は、近いうちにパンデミックが来ると、それに対する体制ができていないということを警告していました。だから彼は、医療に対してかなり投資していたんじゃないか。ビル・ゲイツがコロナワクチンに巨額投資、製薬業界に巡らす金と人脈、医療の闇とかで書いてますけどね。だから、まあ、もしか投資してたとしたら、すごいそれで儲けたかも分かりませんね。彼は、そういうことなんで、ここはちょっと微妙な問題になってきますね。いいことをして儲けたんだったらいいじゃないかというのが倫理資本主義ですよね。でも、このコロナで苦しんでいる、そのコロナを利用して儲けるということは、人道的にどうなのかというふうな疑問を投げかける人も当然いますよね。彼は人類のために感染症という人類最大の危険の除去に取り組むという倫理的な態度により、巨額の富を増やしたことになる。だとすると、倫理的に行動することが資本主義的富を増殖させることと見事に一致したということですね。で、マルクス・ガブリエルは、ビル・ゲイツがワクチンで儲けたとは言いませんが、エルク・リック・マースっていうドイツ最大の船会社の経営者が、この180隻もの石油輸送石、輸送船など持ってて、まあ、非常に儲けてたわけですけど、現在、慈善事業を行っていますと、パンデミックの最中には、ワクチン産業にも投資し、莫大な富をさらに増やしました。彼の個人資産は何億ドル単位に上りますが、世間のためになる事業に投資することによって、さらに資産を増加させたのです。これはいいこととして言ってるんですよ。マルクス・ガブリエルはね、倫理資本主義にかなっているということで、そういうふうに儲けなさいと言ってるんですね。しかし、このはですね、そういうことに対しては非常に怪訝な顔をする人もいるんですね。
悪意にとったらね、要するにパンデミックや戦争こそビジネスチャンスということになるわけですね。で、ナオミ・クラインという人が「ショック・ドクトリン」という本を出しまして、そこで三次便乗型資本主義と名付けてるんですね、そういうやり方。資本というのはなかなかもう累進率が低下していくんですよ。なかなかもう儲からなくなっていくわけです。ところが、こういう戦争とか、パンデミックとか起こりますと、需要がバッとその医療分野とかに集中してるんですけど、儲ける機会が、ビジネスチャンスが来るわけですね。だからそれ来ないかなというふうに待ってる資本家が多いわけですね。それを三次便乗型資本主義というわけなんです。ナオミ・クラインです。こういう人ですね、写真。まあそういうことで、で今、ウクライナで戦争起こってますよね。そうしたら、すごい、このロシアに侵略されているから、ウクライナ、なんとか助けなければいけないわけですよね。で、武器援助とかやって。そうしたら武器産業が非常に儲かるわけですね。まあ、そういうことで、倫理資本主義の、まあ、実践例がちょっと血生臭いことで儲けるということにもなるわけですね。それはちょっと問題点があるんじゃないかなと思います。それでまあウクライナ側についてロシアに対抗したらロシアが今度追い詰められる。ロシアは最大の核保有国ですから、核戦争になって人類が、まあ、滅亡してしまったら、これははっきり言って一巻の終わりですね。一巻の終わりの後に第二巻とかはないんです。一巻でおしまいなんですね。でマルクス・ガブリエルは人類の存続を倫理にとって第一義にしていますから、人類の破滅につながるようなことは倫理的とは言えないわけです。新しい啓蒙とは、科学、人文学、政治、ビジネスが最も崇高な目標のために協力し合うという考え方です。最も崇高な目標とは、人類や地球上の動物の健全性と持続可能性であって、ビジネスを含む我々の行動のすべてがこれを目指さなければならないという考えです、ということですね。だからまあ微妙ですよ、戦争とかになってきたら。だから倫理学者ですべて判断できるわけじゃないわけ。倫理学者の判断を超える領域ですね。しかしまあそのマルクス・ガブリエルの論理でいくと、ナオミ・クラインが三次便乗型資本主義といった資本主義のあり方も倫理資本主義の中に入ってしまうんじゃないかなっていう、その疑問点、問題点があるということですね。それはわきまえておかないといけない問題点ですね。それからまあ最後にその、SNS は反倫理的かということで、マルクス・ガブリエルの Facebook 批判というのを取り上げますね。目覚めたる世界市民のメディアたれ、任せちゃならぬプロに監修。これは僕の意見ですね。その SNS というのは、世界市民のメディアである。だから、プロに監修を任せてはいけないよということなんですね。市民自身のメディアでなければいけないかということなんですけど、どういうので、取り上げるかと言いますと、ね、そのプーチンの胸一つということがありますよね。同じ倫理資本主義に基づいていいことをして、ロシアに対して対抗しているつもりでいても、人類が滅ぶ、それをきっかけにプーチンが核戦争のボタンを押したら滅んでしまうわけだから、プーチンの胸一つということもありますね。
それだけプーチンは責任を持っている。それに対して私がウェブマガジン、プロメテウスやフェイスブックで発言したところで人類を破滅させること、もう救うこともできませんと中村さんが言ってるわけですけど、いや、その捉え方は倫理的ではないです、ね。そう思ったらあかんと。自分が人類を救ったり滅ぼしたりできるんだと思わないといけないということですね。で、私は今、中村さん相手に話をしていますが、同時にウェブを通して全人類に発信しているわけです。プーチンの決断も平和を求める世界市民、グローバル市民ですね。マルクス・ガブリエルは世界を存在しないと言ってますから、グローバル市民と言った方がいいかも。グローバル市民の声によって左右される、されるわけです。その意味で、マルクス・ガブリエルにとっては、Facebook は有害にしか見えなくても、我々世界市民、グローバル市民にとっては、グローバル市民が自由に書き込め、グローバル市民の世論形成するツールを持っているということは、とても大切なことです。ということ。まあ、マルクス・ガブリエルはね、Facebook 有害やから、もう SSA とか言ってるんですね。マルクス・ガブリエル、ね、Facebook や Twitter などの SNS は情報の喫煙とも言えるもので、多くの害、知的な害をもたらしています。Wikipedia も喫煙に似ています。Wikipedia にはあらゆる情報があって素晴らしいじゃないかと思うかもしれませんが、本当の情報は得られません。生煮えの情報しか得られないのです。これまでにタバコや有煙ガソリンを民主主義的な方法で規制してきたように、次はソーシャルメディアを規制する番です。情報共有と対話のためのプラットフォームとして SNS は重要ですが、現状のインターネット空間は目指すべき形からかけ離れているので、根本的な規制が必要です。例えば、道路交番に現在は徹底したルールが敷かれていますが、道路交通に現在は徹底したルールが敷かれていますが、ルールが導入される前の時代には人々は車を好き勝手に運転していました。ところが車が増えて人身事故が多発したために、交通ルールが必要だという声が上がったのです。一方、インターネットは危険な情報の高速道路のようなもので、しかも非デジタルな現実と複雑に重なり合っています。道路に交通規制があるように、当然インターネットにも規制が必要なんです。で、斉藤幸平さんが具体的にはどういった規制を想定していますかと尋ねたら、ガブリエルは、まず、ウィキペディアのピュアレビュー。ピュアレビューというのは、その記事が、学問的に見てどうかということを議論するレビューを、記事に対して書き加えるんですね。ピュアレビューが不可欠ですね。ピュアレビューを増やすには、専門家の力が必要です。Facebook や Twitter については、プロのジャーナリストが役員会に入るまで閉鎖すべき。閉鎖しろって言ってるんですよ。怖いな。カリフォルニアの技術オタクたちだけに SNS を運営させていてはダメなのです。Facebook や Twitter を隅々まで管理することは技術的に可能なのに、やろうとしないのですから。じゃあ、斉藤さんが、とはいえ、そうした規制に対して言論の自由を盾に反対する人々もいますよね。質問するんですね。そしたら、ガブリエルが、アメリカ版の言論の自由には問題があります。言論の自由にも厳しい制限があって、しかるべきなのです。SNS で暴力的な
言葉で人を誹謗中傷するのは人種差別はもちろん、相手が政治家のような公人であっても違法であるべきです。暴力的な言葉を投げつけるのは相手の顔を殴るようなもので、どちらも同じ暴力です。非身体的な暴力が身体的な暴力よりもひどいことも、ことがある。現代社会において精神的暴力はもはや許容されてはならないのです。したがってトランプの発言の多くは許されるべきものではありません。中米やアフリカを声だめと呼んだことは暴力行為ですし、違法であるべきです。斉藤さんが、罰則を持つような法的規制があってこそ言論の自由が根絶というわけですね。なるガブリエルが、多くの規制が必要です。今のような野放しの状態は言論の自由と呼べるものではないのですから。例えばドイツではホロコーストを否定する表現は違法です。それは重要なことだし、そういう表現の規制に私は反対しません。アメリカでは進化論を否定する騒動説を信じる人々が大勢いますが、進化論の否定や騒動説の支持も違法であるべきです。未来の大分岐っていう、その斉藤幸平さんが編集された本がありますね。そこでインタビューに答えています。で、それに対してですね、いろいろ国の事情があるから、言論の自由といっても、規制の幅ですね、その国によって違うということわけですけれども。Facebook にもね、それぞれ管理人がいるわけですね。だから、管理人の判断で言葉の暴力と思われるような場合は、削除したり、それから投稿した人をその会員から追放したりできるわけなんです。だから、自主規制、そういうのやってるわけだから、法律で禁止して刑事罰まで加えるという必要はないんじゃないかと、いうことですね。アメリカとかドイツはもっとひどい状況で、そんなこと言ってられないかもわからないけど、日本の場合は、法律でね、規制することはないんじゃないかなということは言えますよね。で、ウィキペディアの情報が不正確ということは、その通りやから、ピュアレビューが必要なんですけど、そういう場合に、専門家にやってもらうとなると、当然その専門家に依頼するということで、報酬が必要になりますよね。その問題もあるし、専門家がチェックしたら良くなるかということが問題点ですよね。良くなる場合と悪くなる場合も考えられるわけですね。要するに、ちゃんと根拠を上げて言ってても、これは学会では通説にやってないとか言って、省かれてしまうかもわからないわけですけど、それでね、やはり管理されてしまうということになりますね。市民のせっかくのメディアが専門家ということによって、チェックされて管理されてしまうということですね。会社が雇った専門家ですから、会社に管理されてしまうことになりますね。だから、そこはやっぱり公正な行動になるかと。で、これからは脱労働社会になっていくと、一般の雇用がなくなっていくので、研究職に就こうとする人が増えて、オーバードクターなどが溢れてくると。研究職に就けなくても、歴史学や哲学などで一般市民の中に高い見識や深い知識を持っている人がたくさんいるわけですね。マルクス・ガブリエルは自分がプロフェッサーだから権威を振り回そうとしているわけです。せっかく一般市民が権威にとらわれずに自由に知識の交流を行い、知見の交流を行い、互いに高め合おうとしているのに、そういう場と、ということをわきまえず、学者、ジャーナリストの、慣習にこだわるのはしらけますね。
専門家も一市民として対等に Wikipedia や Facebook に参加すべきです。ということですね。で、SNS はそれで巨万の富を得ている経営者もいるかもしれませんが、あくまで市民のメディアであって、中には名望に満ちたアナクロな議論にこだわる人がいて、書き込んでもいいじゃないですか。反進化論や同性愛反対論もいいわけです。それが迷信、偏見、差別だと思うのなら、それに対して書き込んだ人にも納得できるように根拠を挙げて反論すればいいわけです。そういうのは犯罪だって言って、もう取り上げないとかね。ただその市民の、議論の場にはならないということになってしまいますよね。だから世の中には時代遅れな考えに固執している人もいますから、それをお前の意見はすでに犯罪だと排除するのは問題ですね。昔の道徳や論理をそのまま現代に持ってくると、確かに偏見や差別として糾弾されるわけですが、そういう意見も吐き出してもらって、その間違いの理由を指摘してもらい、自由に議論する中で間違いに気づいてもらえるわけです。頭ごなしに黙っていろというのは市民のメディアの在り方ではありませんということですね。だからマルクス・ガブリエルはその既成のマスメディアとニューメディアですね、SNS みたいな。ニューメディアとの違いが分かっていないということですね。だから、新聞、ラジオ、テレビみたいな報道機関っていうのは大衆を相手に、情報を伝達する今までのマスメディアと、ウェブを使ったニューメディアは全然違うわけですよね。グローバル市民の情報交換メディアとして位置づけられて初めて公共性を発揮できる。管理されてしまったら公共性がなくなるんですね。市民は一枚岩ではないので、油断するとたちまちネット右翼の独壇場になってしまいます。デマゴーグの泥海になってしまい、劇場政治家の支配を生み出してしまいます。だからまあトランプが大統領になったのも、そういう SNS のせいであるわけですけれど、しかしそれはダメだから閉鎖してしまったら、どうやって我々は核兵器を廃絶したり、貧困や飢餓から脱却できたり、国境なき世界を実現できるのか、ね、せっかく Facebook とかそういう手段があるんだから、それを使ってですね、グローバル市民が連帯して国際性能を盛り上げていく場になる、なりうるわけですね。油断したら逆のネット右翼の独壇場になりますけど、逆に Facebook にしっかりした根拠に基づく正しい知見や主張を書き込み、広げていくことによってということですね。つまり真実で嘘を圧倒すればいいということなんですよ。だから、フェイクが、溢れてるからといって、専門家によってね、監修しなければいけないということになったら、そのために専門家による監修下にニューメディアを置いて、言論を統制しようとする方法を考えてるわけですね、マルクス・ガブリエルは。それは、要するに知的エリートによる大衆の支配という図式にはまるわけですね。そうじゃない、メディアを、ニューメディアができたわけなんだから、知的エリートによって大衆を支配するんじゃなくて、大衆がお互いで知的に高まり合っていくメディアを作ってるわけだから、それが監修をですね、専門家に任せるというのは、もう、全然間違ったやり方である。
真実か嘘かは専門家の監修で決まるのではないわけですね。市民のメディアなのだから、対等な市民相互の議論の深まりで、分かってくることなのです。企業に買収された学者文化人が倫理的に公正という保証はないわけで、専門家も一市民にかえって書き込むべきだと。それで初めて、市民のメディアになる。で、それで倫理的になるようですね。そういう意味で、このメディア、IT を使ったメディアというのが、倫理資本主義の中でも大きな割合を占めるわけで、彼もそういう ところで倫理アドバイザーになってるわけですけど、やはりね、そこがちょっと分かれるところですね。やっぱ彼の立場は、要するに分業主義でしょ。プロフェッショナリズムというか、そういう感じ。ところが今の時代は、要するに、脱労働社会化していますから、職業がなくなっていくわけで。だから、プロフェッショナルになれない人がいっぱいいて、しかも、その人たちが知的な関心を持っているわけで。で、哲学でも、歴史学でもそうですけども、かなり深い、広い、あるいは、いろんな知識を持っている一般市民が多いですよね。多いんで。で、そういう人たちがやっぱりどんどんそのメディアを使って活躍して、国際世論を作っていくと、これ、倫理的にもいい社会になるんじゃないかということなんですよ。専門家が監修したら、その今までのマスメディアのあり方、に戻ってしまうわけですね。それは倫理的じゃないんじゃないかと思いますね。というわけで、今日はここまでで。だから、倫理資本主義、考え方そのものは、素晴らしいんですが、このプロフェッショナリズムに陥って、いるというところに、やはり問題点があるということで、おしまいにします。これな、2時間かかったかな。